やったね。おはよう。ゆうちゃん焼きそば作ってた？朝から？今作ってた？私はさっきご飯が炊けた。ご飯が炊けました。ふふふですね。ふふふ。やっぱ朝ってさ、春ってまだ寒いね。ね、苦手だわ。寒い朝は苦手です。ちょっとね、寒いのはね。あ、30日待って、わかる。炊きたてのご飯いい匂いだよね。いいな、お腹すいた。え、炊きたてのご飯持ってきていい感じ？取ってきていい感じですか？取ってきちゃうよ。え、リアルに炊きたて、ガチ炊きたて。さっき6時に予定し、さっきせさ、あの違う、昨日の夜6時にセットしたから、今日の朝6時に音鳴ってた。だから炊きたて、やった。今日ね、6時半から配信設定してたじゃん。間違えて6時に慌てて起きちゃって、6時半ってことに気づいて、半まで待ってました。お、おはよう、まるみさん。28日洗ってきた？ありがとう。会える、夜会えるね。受付でジャージャーに会いたいな。ね、会いたいね。受付も楽しいからね。おはよう。だって本当にみんな寒い？みんな寒くないところにいる？ん、何する？おはよう。寒いよね。だよね、やっぱそうだよね。うわー、車エアコンついてる、それずるい。いいな。ちょっと待ちよー。あ、私15位にいる。やばい、頑張ろう。14位で朝の配信とりあえず終わりたいね、できれば。まだなんか抜ける気がする。なんか画面明るくなったぞ。消す？消してもそんなに違和感ないか？愛が伝わらなくて悩み中なの。ちょい待ちよ。おはよう。はじゅっちゃん。16度。自然光漏れ。
今日新潟朝は曇ってるよおーお疲れ様、ありがとう、ありがとうね。ご飯食べようかなとか思ったりしてる今めっちゃ今悩み中なの。どうする？あ、今ラブラ横通過した。ちょっと寒いから私は膝掛けを持ってきます。お待ちよ。よいしょ、持ってきた。じゃーん。髪留め、そう、前髪短いからさ、朝起きたらこうなってるわけよ。今日は大丈夫だったけどね。でもちょっと前髪気に食わんかったらピンつけといた。みんな夜までにミッションとかもしよかったら貯めといてください。お、14位まであともうちょっと。ジュナガチ恋目指してみようかな。え、目指して頑張って、頑張ってもおかしいか。私が頑張るのか、ね、はいつー、はいつーってどういう意味や。頑張ってへん私ね。そうだよねめっちゃ片思い発言だった今おはよう。朝だねみんな。昨日まで、ちょっと前まで夜だったのに。あ、バラありがとうございます。ありがとうございます。毎日愛してるよっていいよ言って。ガチ恋ね。そうだよね、アイドルへのガチ恋ってさ辛い。そうだよね。メリーの見てて思う。でも私はガチ恋枠は余ってます。まだリアコ枠になりたいですね。ちょっと可愛い子キャラじゃ行きたいですね。え、うん、つけてきて、私のグッズつけてきて。お約束ね、言ったからね。え、そう、定型文ちょっと作ってみたんだよ。眩しい眩しいけど、ちっちゃん、なんかさ、おすすめの定型文ないの？昨日ね、夜急に思いついて作ってみたんだけどさ、なんかないですか？日に日にジュナが好きになってる。やった。
愛伝わってるんですよ私実は。気づいてますね。朝からお腹空いてきた？何か食べましょう。はい、耳鼻科行かなくてよくなってよかった。私もねお腹空いたんだ。さっきご飯食べたから取りに行こうかなって思ってたところ、今悩み中なんだよ。どうしようかな的な感じ。親の愛はちょっとまだまだですね。少しだけでも最近ちょっとゆあちゃんばっかりに愛を伝えていませんか。私は気づいてるよ。ゆあちゃんばっか乗ってるもん。ね、どうですかね。おはよう。伝わってるよ。うん、私は知ってる。昨日はゆあちゃんとあおちゃんと確かさほがね乗ってたね。あれ私の配信見に来てたのにと思った。嬉しい。確かに今原さん配信してるんじゃない。なんかどんどん原さんポイント上がってきてるもん。全然抜けない。まあ仕方ないですね。いいんです全然。皆さんキラキラもありがとうございます。今日の夜の配信もさちょっと歌いたいみたいな感じしてるんです。今日はね10時とかまでできないから。朝はやらないよ。朝はちょっとね。したいなって感じ。カラオケしたいなって、したいなと思って。お、毎日おはようって言ってくれてるのね。お休みも言った？ちょっと昨日は本当にイヤホンからそうなのかと思って叫んじゃった。みんな昨日うるさかったんでしょ。やっぱイヤホンつけて見てる人が多いのかな。小声でおはよう。ちゃんと言った？よかった。膝はあったかくなり始めたけど、ちょっと上もこもこ着てるのに寒い。なぜだろう。なぜこんなに寒いのでしょうかね。春ですね。暖房つけたら、うん、暖房意地でもつけない。暖房意地でもつけないよ私。寒いならつけるよって感じでしょ。つけません。つけません。
温めてあげようか。温めてください。お、ハートありがとう。ホットカーペットないの。なんかさ、あれなんだよね、真冬にさつけてなかったから。そうそう、真冬にね暖房あんまつけなかったの今年。だから春になってつけるのもなーって思って。悩んでて。実家はストーブついてるけどね、まだあったかい。うちの犬さ、ストーブにめっちゃ近いの。ストーブつけたらもう家から出せって言って、うわーって言うし、こっち来たと思ったら邪魔みたいな顔してストーブの前にペタってくっつくし、まあもうね、丸焼きになるぞって言っていつも煽ってます。犬を煽ってます、私は。丸焦げかわいそうにね、丸焦げとか言われてね。ほんとに近いの。これがストーブだとしたらさ、このぐらいの距離でずっとじーっと伸ばせるよって。そこのペタってくっついて寝るし、すごいのよ。私そんなにペタってくっついてずっといられない、暑くてね。そう、昨日の夜配信あってさ、そうめっちゃ風のブワーって音聞こえて、何事かと思って。風が強いんですね。え、今日も風強いんだ。じゃあ新潟住みの人みんな気をつけてね、飛ばされないように。傘持って外出たら飛んじゃうかもよこたつか。うちの犬はこたつの中、中は入んなかったな。こたつのこういう坂になってる布団のところで、ちょうどいいこういうこのこのこの U なってるところで、ここでは寝てたけど。私が飛んじゃう？飛ばされないでね。そうなんだよ、みんなも飛ばされないでねえ、そうだよね、言いがちだよね。だよね。可愛いけどね、ストーブの前はね毎回心配になるのよ。本当に近くて、本当にそこで爆睡するし、暑くないのがね、犬ってストーブの前にいても不思議だよ。でも最近なんかこう抱いて寝れるようになったぐらい、夏ちょっと慣れてくれた。今度配信に犬が登場したりしちゃってさ、ね、ティナですよ、ティナ、ワンワンの名前。おお、大丈夫。なんか不思議ですね。あの、だって毛だけでさ、冬の外に出されて寒くないのかなって思うもん。他のワンワンはプルプル震えてないけど、うちのワンワンは最初出て下ろされて雪食べて
口の周り雪だらけにして急にプルプル震え始めて歩かなくなる。うちの犬は冬弱い系だよ。今日重くじゃないご飯、今あるのはたけのこご飯とふふふっていう富山のお米。でもご飯炊いたからふふふ食べるよ。じゃあ持ってきてもいい？持ってくるね。持ってくるわ。待ってて待ってて、みんな待ってて、すぐ来るから待ってて、頑張って来るから。よいしょ。車冷房だったな、ウケる。風邪ひくぞ。うちのワンカー散歩行っても寒いと回る、右回りして帰ります。かわいい。なんかさ、うちの犬さ、お散歩大好きすぎてさ、家の前来たら固まって動かなくなって、いつも抱っこして家の中入れるの。散歩が好きすぎるんだと思う。でも冬はプルプル震えて、その場から動かなくなる。小動物だもん。小動物、小動物ではないか。でもなんていうの、大型犬じゃないもんね。トイプーだもん。どうせまたいじられるんだろうな。ご飯スプーンで食べてるって目の前にスプーンがあったんだもん。今日のご飯の上にかかるものは本カツオです。野菜ジュース、あ、持ってき忘れたね。どんどんなんか重要位から遠ざかってるんだけど。皆さんキラキラ集めてください。皆さんの持ってるキラキラよかったら私にお願いします。夜も配信します。よかったら見に来てください。キラキラとハート投げました。ありがとうございます。朝から焼きそばはすごいわ。めっちゃすごい。目覚めて焼きそば作ろうってなったんでしょ。すげえな。私朝から料理はちょっと、配信はね、ちょっとね、目が覚めないわ多分。とか言いながらさ、やってんだよ。いつかみんなおはようってね。え、私はね、やらないって言ったことをやる女ですから。みんなも食べる？ふふふだよ、ふふふ。煮物とか美味しいよね。あんしてください。嫌だ。嫌だ。
はい、意地悪します。私意地悪なので、これは本カツオのふりかけです。うん、とても熱いです。一瞬だけ、あーやだねとか言ってスプーンでよければどうぞ、スプーンでよければ、うん、みんな本カツを感じた、食べた、ほら美味しいんだよこれ。はいはい、どうぞ、食べた、うん、あんってしてあげないがまでがね、あんて食べた、よかった、やった、おいしいのよ。みんな富山来て、ちょっと前まで新潟のやつ食べてたよ。でもあー、わかる、いいよね焼きたての。お味噌汁もいいね、食べたい。朝からお味噌汁食べたらめっちゃ温まるよね。わかる、この前食べた、今日はちょっと温めようてない。今日ご飯だけ、みんなさ、ご飯固め派？どっち派？うんうん、豚汁ね、美味しいよね、わかる。だってさ、びっくりしたもん、めっちゃでかいお肉2個入ってた。ちょっと前やってから忘れたけど、ほんとにドンって入ってびっくりした。うん、みんな固め派なんだ。みんな柔らかいより硬いじゃん。じゃあ逆だ、じゃあ一緒に住んだら喧嘩なるかもよ。水入れすぎ、ちょっと硬いよ、喧嘩しちゃう。水入れすぎだよっていうのと、いやちょっと硬いよっていうのと、ね、いて言い合いになるかも。そん時はどうするよ。一緒にするなら合わせてくれる。じゃあ柔らかめで。あ、でもめっちゃべちゃべちゃっていうわけじゃないよ、もちもちぐらい。 やだ、みんな嬉しいよ、嬉しい、合わせてくれる、みんな合わせてくれる。嬉しいよ。待って、クマさんいる、今気づいた、気づくの遅かったかな、ごめんね。あ、えらいもとんあった、ありがとうございます。じゃあ調子だとおかゆにしちゃおうかな。
おかゆにカレーとかかけてあげる。さすがに怒られそう。かけるもの間違ってるよって流れ星だ、かわいい、ありがとうございます。おかゆは好きなの。もうおかゆと違うかな、んか固めに炊くとか、ね、ちょっと違うか。おかゆにカレーかけるよ。私あの普通のカレーは甘口が好きなのね。甘口が好きなんですけど、そう自分で作るときは結構甘くするのね。でお店のやつはこのキャラクターのカレーが好きなの。わかるかな、キャラクターのシールがついたやつね。甘口いいよね。一生だ、嬉しい。私甘口、そうだね、中辛で甘口に変えちゃう。チョコと入れちゃうね。甘口でもチョコ入れる。あ、全部板チョコ、全部バーじゃないけど、ちょっと入れる。優しい味に変えるね。あとは人参とかじゃがいもを私は大きめに切ります。いつもハバネラパウダー、なんてこと、辛いよ。辛くないの、火吹かない、口の中大丈夫。すごいな、私にはかけないでね。甘口のように甘いを、いい言葉だね。お今日ハラちゃん追い越すのが目標だから。か、口の中辛いってな、みんな辛いのいける人？私辛いのダメ。でもさ、食べず嫌いなのもあってさ、なんだろう、ちょっと変わった食べ物が食べれないんだよね、まだね。辛いのね、ちょっとあれだよね。あのね、私ね、冬に東京行って初めて一蘭を食べたんです。バスセンターのカレーはね、パパのちょっともらった味見ぐらい。まあ新潟に NGT 入ったからにはね、一回は食べてみようと思って、パパのをちょっとつまんだぐらいかな。でも食べたに入るでしょ。ね、一蘭行ったんだけど、一蘭の真ん中に辛いの乗ってるじゃん、あれ抜きにした。そしたらちょっと質素なラーメンになって、写真撮ってもちょっと映えなかった。見せてあげたいぐらいだもん。辛いって書いてあったから、あ、ちょっと辛いのダメだなと思って、ちょっとせっかく行ってさ食べれないのもなんか嫌だったから、まあ、スープを味わおうと思って、ね、行った、食べた。でも美味しくて、そう、辛いの乗ってなかったから多分味は違うんだろうけど、ちょっと
美味しくてびっくりして、なんか最後の方麺細麺大好きだから、細麺じゃんこうだからね、半分の替え玉した、半分の。あだよね、やっぱ細麺だよね。待って、赤いの抜いてもらうの一緒の人いる、嬉しいね。辛いの苦手だよね。でも赤いのじゃなくてみんなネギは食べるでしょ。麺の硬さは私は普通にしたかな、確か。うん、お寿司わさび抜きだよ。わさびはねもう匂いから私ダメなの。朝ごはんおそろいにしようと思ったけどやめたの。一緒にしようよ、朝からおそろいし、お揃いにしよう、みんなお揃いにしよう、お揃い大好き。よくさ小学生とかさみんなお揃いのキーホルダーとか持ってたよね。バリカッター、わさびも唐辛子もダメ、一緒一緒。あ、コンビニに白米がないのね。じゃあ仕方ない、五目にしよう。あ、でも鮭もありだな、ツナもありだな。迷わせる。おはよう。そっか、まあさすがにね、成長して大人になったら多分辛いものが自然と食べれるようになるんだろうね。そういうのあるでしょみんな。若い時はちょっと苦手だったけど大人になったら自然と食べれるようになってたみたいなもんね。原さんすごい、どんどん追い上げてる。私は友達に辛いのダメなんだよねとか食べず嫌いなんだよね、なんじゃらちょっとまだ食べたことないんだよねって言ったらガキって言われた、同い年の子に。お子ちゃま、私年下扱いされるんです。年下の子にも年下扱いされるのも一個下だけど、本当に先輩みたいな。先輩だよっ て, 言っていつも言ってたね、ガキ。その一言でガキって言って笑わせられる、ひどいね。あ、コーヒー、あのこの前あのハウチュンさんのお家にお邪魔した時に、私人生で初めてミルクティーだったかな飲んだんですよ。1万7000ポイント頑張ります。あ、身長低いから一個下は、まあ確かに同級生みたいなもんか。そうでね、はるちゃんさんのそうところでミルクティーだったはずに挑戦したんですよ。さすがに先輩のお家に行って残して帰るのもなと思って飲んだんだけど、案外意外となんかめっちゃ飲めないっていうほど口に合わなかったわけじゃなくて、そう結構スルスルスルって飲めちゃって、私びっくりしちゃった、あ飲めるかもって思って。で私ね炭酸もダメなんだ、あなんかちょっと抜けた炭酸を飲めるけど。
強いとかは無理。そう、意外と飲めてびっくりしたから。そうそう、ちょっと成長感じたよ紅茶ではなかったはず、多分ミルクティーだったはず。そう、まあね、ミルクティーとか紅茶とかね、飲めないとだよねって感じだもんね、将来的にね。ちょっと待ってて。そうそう、炭酸ダメだからお酒も飲めないの。あ、お酒って発言ダメか未成年だからダメか。でもみんな安心でしょ、私がそういうの飲んでないってね。ちょっと待ってて、鼻かみたい。オッケー、飲まない飲まない。そうだから炭酸が飲めないから飲めないよっていうね。そう、お茶にミルクとミルクティー、あ確かに確かに、あそっか、じゃあ紅茶が出てきてもミルクを入れればいいんだ。天然のコーラビビン、うん、コーラ飲んでない。てかなんかあんましジュース飲まないんだ。確かこの前言ったよね、私いつも何飲んでるか。そう、それハルチュンさんにも聞かれた炭酸飲めるって言う、飲めないです。ミルクティー飲める、飲めないです。いつも何飲んでんのって言われて、いつもオレンジジュースとか飲んでます、オレンジジュースと緑茶とかですかねって言った。だって朝いつだろう、中1までリンゴジュース飲めなかったもん。リンゴは食べれるけどリンゴジュースはダメみたいな、変だねあれそう、ハルチューさんハンター好きって言ってた。だからそう、オレンジジュースかお茶で生きてきたよ。あとは、まあ、野菜生活ですかね私は。まあね、炭酸が飲めなくてもね、なんか大丈夫なんです、意外となんとかなってますね。ほうじ茶緑茶正解じゃん、よくわかってますじゃん。そうなんだよ、あんま麦茶飲まないんだよね。コーラで生きてきました、いいね。うちの妹、真ん中の妹は炭酸飲める、一番下の妹はめっちゃ飲まないけどたまに飲んでる、私は飲まないっ最近理解してきた、確かに最近結構分かってきてるよね。取扱説明書、なんかなんて言うんだろう、私の好きなものを書けちゃうんじゃない。おー、誰もありがとうございます。そうなんだよ、なんとかなんだよねえ。そうなんだよ、私が言うことじゃないかもだけど人生なんとかなるよね私が言うことじゃないかもだけど、皆さんの方が経験積んでらっしゃると思うので怒られない怒られない、大丈夫大丈夫、怒られないえ、なんかハート割れてるんだけど、なんで。だってね、生きてたらなんとかなるくない？って思っちゃう。わかんないけどね。そんなに落ちたことがないから。ちょっと今日左鼻詰まってる。ってアイドルが言うなって。
やばい、あと15分ぐらいで一旦今日朝の配信終了だね。次の配信は何時だっけ、ちょっと待って、あれ私どこに書いてる、あここか、あれあれ私どこに書いたっけ、次5時からだよ、そうだよ、ありがとうございます。うん、計算して書いてあるはず、1時間1時間1時間のはずなんだけど、どうでしたっけ、5時から6時でしょ、7時から8時だったよね確かのはずだよ。明日は10時までしようよ、今日はちょっとね、そうそうそう、でもね5時から6時ってやっぱみんな見れない時間帯じゃないの、ちょっと家着いてバタバタしてるとかさ、どう、やっぱちょっとお仕事がまだ終わってないとかあるでしょ。そうだよね、やっぱ5時ってそうだよね、だからそう5時台につけたら見てくださる方とかいると思うから、まあ、新しい時間にやってみるのもありかなと思って5時に入れてみました。そう、もっと新しい人に見てもらいたいなと思って、お、仕事サボって見てくれんの、バレないようにだね、こっそりだね。なるはやで、分かった、じゃあちょっと待ってるね、心の中で応援してる。そうそうなんだよね、まあ、新しい人に見てもらってね、新しい人、え、何新しい人に、あ、新しい人ですか、違うでしょ、新しくちょっとリア恋してくれる勝てるかなみたいな、リア恋じゃなくてもに頑張ってって応援してくれる方をに出会えたらいいなと思って、そう、もっといっぱいいろんな人ね、一瞬だけ、分かったじゃあ待ってる、新しくないだろ君はね、そうなんよね、そう、今回のイベントはまあ確かに私はこう雑誌に載りたいしモデルさんにもなりたいけど、まあ新しい人に見てもらうっていうチャンスでもあるから、そう、今回はチャレンジっていうかね、でもまだあと何日かあるから、だって29日まであるでしょ、まだ全然、今が今最下位でもね、もうちょっと頑張れるよねって思う、うん、まだチャンスはあるんです、だから私は頑張ります、毎日ま諦めずに、あと5日もありますよ、だって今日だって配信1時間1時間であと2回あるでしょ、いいじゃん、そうなんだよね、最後連休っていうのがいいんだよね、わかる、見てもらえる最後、みんな追い込み配信みたいなするんじゃないの多分名前が違う気がするけど、もう最後だからみたいな感じ、ね、一斉配信でしょ、ハートありがとうございます、今日本当にどうしちゃったんだろう、左鼻が詰まってる、あるあるでしょ、
でもなんか昔からね、私ずっと昔パパに言われてずっとやってて、左が詰まってる時は右向いて寝るんだって。え、そう、雨降ってきた、やだな。ね、DD ってすごいよね。確かに自然光の光、でもちょっと最近どうですか、 DD の皆さん見てますか。ジュナの傘になりたい。どうやってなる、こうやってこうやってなるか。私学校とかによく傘さ持ってったけど、外出て傘忘れたことに気づいて取りに行くのがめんどくさくて、教科書とかこうやって書いてたら結局べちゃべちゃになんだよね。ノートとかかぶって走ってた、やばいやばいって言って友達とかべちゃべちゃになってね、教科書かぶってもそんな意味なかったよDD が自分褒めてるすごいとか言って、ね、最近ちょっとこちらの DD の方はダメですね、他の子に愛を伝えすぎてます。なんか最近違う子とかも乗っちゃってるし、あれ私はみたいな、昨日私の配信いたよねと思い、教科書かわいそうとか、確かに私ほぼほぼ置き弁だったけどね、私スクボの半分よりちっちゃいサイズ持ってたもん、ほぼ何も入んない、お弁当入れたら、お弁当とメイク道具持ったらもう何も入んないぐらいのサイズのバッグ持ってた。それで学校行ってましたね。置き弁はなんか教科書を机の中に入れて帰っちゃダメな日があって、テスト期間とかその時は下駄箱に突っ込んでた、無理やりいっぱいこうやって靴入んないの今ハラちゃんとかさ配信してます。ナギはなんか抜けるかな、ナギナギ夜やるもんね。ガチ恋になりそう、もうなってんじゃないんですか、ギター箱教科書だらけ。そうなの、一回バレた、私の学校は6かなかったから下駄箱だったの。そう、あでも下駄箱に入んない子は掃除ロッカーの上とかに入れてたかな、こっそり。お、やってない、じゃあ追い越せるチャンスかも。そうなのよ、ロッカーないから机の横にかけてるみたいな感じ。そう、危ないよね普通に考えてね。教科書は、あの教科書じゃない、教室離れる時もあってさ、移動教室とかあって他の教室の子が入ってくる時もあるしね。うん、あと5分ぐらい、あと5分ぐらい、うん、ありがとう教えてくれて。下駄箱にチョコ入れないよ今の時代、どうなんだろうね、入れてんのかな、私は入れない派かな直接渡したい派かも。でもどうせ周りに人がいっぱいいるから渡せなくて、多分持って渡せなくて帰っちゃうタイプそう、置いとけないの、移動教室もあるし他の教室からも人来るし、危ないんです本当に。
体育館裏呼び出さないんですよ。それが体育館裏とかあるわ。あったね。あるわ。体育館裏でチョコ渡しじゃなくて怠慢すんの。やだ怖いよ。詰める、おいってお前切ってんじゃねえよって。怖い怖いよ。でもさ、私がねちょっと分かんないのがすくば狩りってのがちょっと分かんないんだ。待って、あと2分じゃん。ちょっとこの話の続きは夜にしましょうかね。とりあえず男女読みいたします。はい、じゃあ、おいからの圧かける。じゃあ13位からいきます。13位、新潟のおーちゃんさん、ありがとうございます。12位、りょうたさん、ありがとうございます。11位、ボンとガクハさん、ありがとうございます。10位、メンタムさん、ありがとうございます。9位、ストーンさん、ありがとうございます。8位、バッカさん、ありがとうございます。7位、ときめきこばさん、ありがとうございます。6位、坂翔さん、ありがとうございます。5位、山形かかしさん、ありがとうございます。4位、カズさん、ありがとうございます。3位、パンダのテオさん、ありがとうございます。2位、ユジさん、ありがとうございます。1位、ミッチーさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。次の回は5時からです。じゃあ次は、じゃあ体育館裏の話からするか。いいよ。じゃあ皆さん、また後でお待ちしてます。今日も一日頑張りましょう。バイバーイ。